ワン、ツー、スリー、フォー。ありがとう、ありがとう、何度言えば。そうです、そうです。ジャブだけ一回言ってみましょう。ちっちゃく。そう。そうです、そうです。そうです。これのジャブの最初のポイントは、やはりここのタイミングで打とうとすると手に合わないんですよ。はい、なので、まあ、リードジャブですね。リードジャブは、こう打とうとしなくていいんです。押します。体で足で押すんです。そうすることでグッと押されるんで、あ、きますね。そうなんです。はい、そうです。タイミングもずれたんですよ。そうです、そうです。当てやすいじゃないですか、この方が。そうです。そうです。こういう風なジャブの使い方の方が、リードジャブは合ってます。で、それで相手が効いてきて、相手が下がったら、ドン、ドン、そうです。またじゃあ、グッと押しましょう。そう。このラインに行かないですよ。そう。そうです。じゃあ相手が、こいつジャブ意識してきたなと思ったら手前を叩いて押し、今みたいにグッグッって入っちゃうとバレちゃうんです。そのトンです。そう、顔をやってください。そうです、そうです。下に打とうとしなくていいです。上に感じ上げます。そうです。かなり難しいことだ。でも気づけてなんか変わったでしょ。自分の人生が明るくなったでしょ。まあまあいいや、そんなことより窓の見たりなんじゃない。にけめこがずっと何も言わず